あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、高槻ってどんなところなの？毎回唐突だな霊夢。高槻って大阪の高槻市のことか？そうそう。なんか美人山って言われた山とか、ポンポン山って山頂で足踏みすると、ポンポン音がする山があるらしいの。美人山ってアブ山のことだな。裾野が広がって美しく、古くは大阪商人に美人山って言われたそうだぞ。アブ山なのね。アブさんかと思ったわ。アブさんもなかなか渋いわよね。もしかして、水島新司先生のアブさんのことか？いきなりぶっこむなよ。対応に困るだろ。ああいう渋い中年ってかっこいいわよね。憧れちゃうわ。まさに池おじって感じよね。まあ否定はしないが影浦康武、通称アブさんは、孫もいるおじいちゃんだぜ。一応17歳の霊夢じゃ、ちょっとまずいんじゃないか？うるさいわね。年の差なんて大したことないわよ。そんなことより高槻ってどんなとこなのよ。大阪府と京都府の境に位置する市だな。大阪と京都からちょうど中間あたりで、ベッドタウンとして発展した。歴史だと、キリシタンで有名な高山右近が、一時期城主をしていた高槻城跡がある。へえ、そうなんだ。お前、人に聞いといて、全く興味なさそうじゃねえか。もうちょっと、こう、なんかあるだろ。私の心の中には、アブ山とポンポン山しか今はないわ。どうやって行けばいいのかしら？山以外なんかないのかよ。まあ関東から行くなら、新幹線で京都で降りて、新快速に乗るのが一番早いだろうな。新快速？新快速って何？ JR 西日本の快速列車だな。通常の快速列車よりも停車駅が少なく、大阪と京都の間を30分ほどで結んでいる。へえ、そうなんだ。お前、本当に興味なさそうな返事だな。毎回俺がスケジュールとか旅の手配をするから、適当になってるんだろ。そんなことないわよ。マリタイム、じゃなかった、ナビタイムがあるから大丈夫よ。本当か？今心の声が漏れてたぞ。あ、そういえば、高槻であった事件を思い出したぜ。それは偶然ね、マリタイム、じゃなかったマリサ。今日はその解説をするの？ちょいちょいマリタイムっていうワードが出るのは何なんだ？大丈夫よ。解説始めてちょうだい。事件の案内は任せたわよ。マリタイム。それじゃ解説していくぜ。次その呼び方したら霊夢、覚えておけよ。みんなも、それではゆっくりしていってね。ごめんねマリスパート。でへ。事件は2021年7月22日、大阪府高槻市で発生した。つい最近ね。2年ぐらい前なのね。ああ。この事件は謎に満ちている。そのため発生当初から、かなり報道が過熱した事件でもあるんだ。謎？ってことは、MMR の出番かしら？いや、そんなふざけた話じゃないぜ。これは周到に計画された、恐ろしい保険金マルジン事件なんだ。なんだって言うんじゃないぞ霊夢。真面目な話なんだからな。マリサが言ってるじゃない。それでどんな事件なの？まず事件の概要を見ていこう。事件の発覚は2021年7月26日。大阪府高槻市に住む T さんの自宅を、親族が訪ねたことで明らかになった。T さん54歳の女性。彼女は都市銀行の関係会社に勤めていた。独身で兄弟はおらず、お母さんは認知症で施設に入所していたそうだ。親族はなんでわざわざ訪ねたのかしら？その T さんに何かあったの？おそらく突然、無断欠勤したんじゃないだろうか。それで親族が様子を見に行ったんだろう。そして親族が家を訪れると、T さんは浴槽で溺れて、亡くなっていたんだ。それって事故丸？自宅での出来丸だ。まず警察が現場検証し、当然検視も行われた。するとあることがわかったんだ。あることって？ T さんの両腕には、結束バンドで拘束されていた形跡があった。このことから大阪府警は、マルジン事件として捜査を開始する。それって、縛られて沈められたってこと？なんてひどいのかしら。そして大阪府警の捜査が進むにつれ、おかしなことが判明していくんだ。おかしなこと？まず T さんには養子がいた。養子って、T さんは独身だったんでしょ？ 54 歳だしもしかしたら、後を継いでもらおうって考えてたのかしら？いや、その養子となった M は28歳。そして親族すらその存在を知らない、おかしな養子だったんだ。親族すら知らないって。家にまで様子を見に来る親族だから、交流があったわけよね。ってことは、どうもきな臭い感じね。この養子である M について、警察は怪しいと睨んだ。そして警察は M を調べていく。すると、明らかに不自然なことが判明していくんだ。不自然なことね。少なくとも、交流のある親族が知らない時点で、明らかに不自然よね。それに28歳の養子を取るぐらいなら、もっと早い段階で、いろいろと他にもやりようがありそうだし。そうだな。
この T さんという女性はしっかりした人で、職場での評判も良かった。仕事もできたそうだぜ。それじゃなおさらよね。そんな人が28歳の養子を、今更必要とはしないんじゃないの？そうだな。将来的に不安だったのなら、もっといろいろな方法があっただろう。まあ、そう言っても一人身は将来不安よね。お金とかの問題もあるし。老後資金2000万円必要って、誰かがほざいてたわよね。俺たちも他人事じゃないぞ。だが T さんには金銭的な不安はなかったと思われる。実は T さんは、資産家でもあったそうなんだ。資産家？ああ。この養子となった男は T さんが亡くなった後、その資産を遺産として受け取っていた。その額は約1億円と言われている。1億円？それはすごいわね。しかも預貯金だけだそうだ。自宅などは入っていない可能性がある。一番の容疑者は、最も利益を受ける人間って、ミステリーの定番だけど、この M って養子、絶対怪しいじゃない。それではここで、この M という男について見ていこう。M は兵庫県西宮市出身。高校時代はアメリカンフットボール部に所属し、攻撃の司令塔、クォーターバックとして日本代表にも選ばれたそうだ。日本代表ってすごいわね。それじゃなかなかのスポーツマンだったんでしょ？そうだな。進学した関西学院大でも、アメフト部に所属していたそうだ。アメフトってなんか勝手に、ハガキラーンって光るような爽やかなイメージあるけど、実際はどうだったの？霊夢の貧困なイメージはいいとして、M はアメフト部でコーチとして所属していた。この M について当時の知人は、こう語っている。部ではコーチとして、中高生を熱心に教えていました。ただ派手なことをするのが好きな性格で、付き合いにくかった。と言っている。派手好き？遊び人風ってことかしら？派手好きだったのは事実のようだ。M はタワーマンションを転々とするなどの華やかな生活ぶりを、T さんの事件後も SNS 上で発信していた。その SNS にはこんな写真もあった。そういえば、車買った。とつぶやき、足の子スカイラインで、雲海が漂う富士山をバックに写真に収まっている。そしてイタリアの高級車メーカーの、ランボルギーニのムルシエラゴの購入を自慢していたんだ。なんかいけすかないやつね。っていうか、その養子ってお金持ちだったの？いや、実はこの SNS の写真は、T さんがマルタイとなって発見された、約1ヶ月後に公開されている。そんな、養母が亡くなっているのにそんな写真って、どういう神経してるの？絶対おかしいでしょ。この M という男は大学卒業後、東京都内の大手コンサル企業に入社、IT 部門で働いていたそうだ。だがその会社は2年ほどで退職している。何かあったの？どうやら外資系の保険会社から声をかけられ、転職をしたようなんだ。だがここで M の問題が発覚する。営業成績は良かったんだが、その成績は不正を働いていたようで、顧客からクレームなどが入り、退職することになってしまう。不正って？どうやら顧客に説明せず保険料を上乗せして、クレジットカードで支払わせていたそうだ。それって詐欺みたいなもんじゃないの？保険料の水増し請求でしょ？っていうか、すぐバレるんじゃないの？まあそうだな。すぐバレるだろ。実際バレたわけだしな。バカなのかしら？なんでそんなことしたのかしら？これは推測だが外資系の会社は、成績によって収入に大きな差がある。大型の案件を取ればその分収入が増える。このことを狙ったんじゃないだろうか。そんなに金に執着があったのかしら？噂によれば M のいた保険会社では、成績が良ければ年収1000万は軽く超える。つまりそれだけ競争が激しい会社だった。追い詰められて悪事に手を染めたのか、単純にお金が欲しかったのか、そのあたりはわからないが、結局この不正で、M はこの保険会社をクビになったそうだ。まあアウト家政婦で言うと、ゲームセットだな。M は辞める時には、なんで俺が辞めないといけないんだ、と言って、反省した様子はなかったらしい。いやいやいや、辞めないといけないでしょ。ほぼ犯罪だし。実は M はこの時、お金が必要だったみたいなんだ。ある女性と交際していて、貢いでいたようだぜ。もしそうなら、なおさら不正はダメよね。クビになっちゃ意味ないじゃない。しかも、その女性は愛人で、M には別に奥さんがいたそうなんだ。はい。ゲス確定です。3番台のお客様、スタートいたしました。昔のパチンコ屋かよ。まあゲスなのは間違いないな。っていうか、相当倫理観が欠如しているな。これじゃ仕事とか無理じゃない？だから養子になったのかしら？それにしても、そこへの流れがわからないわね。いやいやまだだぜ。なんと M は、また保険会社に就職するんだ。雇ってくれるところあったの？都内の保険代理店に就職したそうだぜ。まあ、前歴については会社の不祥事だし、前の会社に問い合わせても、教えてくれなかったかもな。それじゃその保険会社は、ババを引かされたってことね。そういうことだな。
そしてここから金欠の M は頑張るんだ。だがその頑張る方向性は間違っていた。今回の被害者である T さんとは、この保険代理店の営業マンと顧客、という関係で知人を介して知り合ったそうだ。そして T さんに2020年の9月に、5000万円の生命保険に入ってもらうことになる。もちろん受け取り人は T さんの母親だ。いやそれはそうでしょ。T さんの身内はお母さんだけなんだから。まあな。だがこの後 M は2021年2月14日に、T さんと養子縁組をするんだ。どういうこと？警察の捜査で後にわかるが、この時提出された書類は、偽造されたものだった。こいつ、前の保険会社の時から全く懲りてない。いや、それ以上にヤバい奴になってるわ。さらにこの年の5月、T さんが加入していた5000万円の生命保険、この受け取り人が変更される。まさか。ああ、そのまさかだ。受け取り人が T さんのお母さんから、M に変更されるんだ。もしかしてこの時も、ご明察だな霊夢。この時提出された書類も、偽造されたものだった。いやいやいや、これは、確定よね？この M が犯人で間違いないでしょ。どう考えてもおかしすぎるわ。そうだな。しかも後に判明したんだが、T さんは2つの保険会社で、合計1億5000万の生命保険に入っていた。もちろん受け取り人は、この M ね。そして7月には、T さんがマルタイで発見される。書類を偽造って、明らかにヤバいでしょ。バレなかったのかしら。どうだろうな。だがこんな話もある。M は養子縁組後に、不審な言動があったようだ。マルシアを探している。などと周囲に言っていた、そういった報道もあった。何なのかしら。もはやイカれてるとしか思えないんだけど。バチクソアホなダチョウも、裸足で逃げ出すヤバさね。ダチョウは最初から裸足だな。まあ、よほど追い詰められていたのか、何かに取り憑かれたように計画を急いでいるな。ちなみに、M は前の保険会社でのトラブルから、保険募集人の資格を取り消された。そのため結局、この保険代理店も退職することになったんだ。この保険代理店も危なかったわね。っていうか偽造の書類って、気づかなかったのかしら？その時点で警察に通報してれば、どうだろうな。それに会社も信用が第一だ。もし気づいていても、わざわざ不祥事を外に漏らさないだろう。こういったことも、事件になったから報道されているだけで、内々で処理されていることはたくさんあると思うぜ。でもこの時調べていたら T さんは、そう考えちゃうわね。霊夢の気持ちもわかるぜ。だが残念ながら M の計画は進んでしまう。M は22日には、T さんの自宅付近を包丁を持って歩いている様子が、防犯カメラに映っている。M はこの時変装しており、おそらく包丁で T さんを脅して、家の中に押し入ったと思われるんだ。しかも22日、M は自分のスマホを、東京都内の自宅に置いて大阪に向かっている。これはスマホの位置情報を利用して、大阪には行っていない。と足取りを偽装し、アリバイ工作を行ったと思われるんだ。かなりの計画性ね。これは、重罪だわ。極刑もあるわよね。M の計画性はそれだけじゃない。さらに翌23日午前8時に、T さんのアドレスから、M にメールが送られている。どういうこと？ T さんはこの時には、ああ、すでに、な。このメールは予約送信機能を使って送られていたんだ。おそらく T さんが生きている、と偽装するために言ったと思われるんだ。そこまで、凄まじい執念ね。でもそれまでの行動が怪しすぎるし、バレると考えなかったのかしら。まったくだな。バレるとは考えてなかったんだろう。現に翌23日に、T さんが加入していた生命保険の1億円分、この受け取り人を T さんのお母さんから、M に変更している。さっきも言ったがこの時提出された書類も、偽造されていたんだ。さらに犯行後には、養子縁組を解消する許可を、家庭裁判所に申し立てていたことが判明している。どういうこと？これはこういうからくりだ。民法では、養親が丸亡した時点で養子であれば、その後に離縁しても遺産を相続できる。だが一方で離縁すれば、養親の親族を扶養する義務はなくなるんだ。M は T さんの母親が介護施設に入所しているため、その介護をしないで済むように、解消しようとしたんだろう。どこまで鬼畜なの？こいつ、人間とは思えないんだけど、しかも犯行後に高級車を買って、SNS で自慢って、どう考えてもおかしいでしょ。サイコパスってやつなのかしら。結局 M は2022年7月20日、養子縁組届を偽造、市役所に提出したとして、有印私文書偽造の疑いで、大阪府警に逮捕された。さらに同年8月25日には、T さんを丸買いした疑いなどで、大阪府警が M を再逮捕したんだ。M はきちんと罪を認めたの？いや、黙秘していた。
だがかなりの証拠が集まっていたこと、明らかに動機もあったことから、かなりの角度で起訴、有罪と見られていたんだ。見られていたんだ？ああ。捜査について大阪府警は、時間はかかったとはいえかなり頑張った。だがここで致命的な事故が発生する。何があったの？2022年9月1日午前7時ごろ、M は大阪府福島警察署で交流中に、自丸を図ったんだ。ええ？交流中に？見張りの人は何してたの？交流中だからといって、常に見張られているわけじゃない。M は巡回中の職員に、首を吊っている状態で発見された。すぐに病院に搬送されたんだが、同日22時21分に亡くなってしまったんだ。そんな、それじゃ、T さんの事件は？ああ、真実を知る方法は、永遠になくなってしまった。この事故、いやミスは相当問題だった。実は交流中の福島警察署では、8月29日の段階で、自丸をほのめかす内容を記した、便箋を回収していたそうなんだ。なんでそんな状況なのに、警察はマークしてなかったの？きちんと報告されていなかったそうだ。しかも福島警察署の有機管理課、そこに所属する男性警部補3人が、M の私物保管庫について、自丸の6日前にチェックした、として点検簿を偽造していたことが判明している。なんてことなの？あっちもこっちも偽造偽造って、どうなってるのよ。大阪府警は12月14日、この3人を虚偽有印公文書作成、同行使の疑いで書類送検している。公文書と私文書の違いで同じような罪状って、もやもやムカムカするわね。結局この事件については、2022年12月28日、大阪地検は M を、被疑者丸棒のため不起訴としている。これは、悔しすぎるわね。T さんの遺族は、全くだ。しかも同日には、この不祥事を起こした男性警部補ら福島署員3人も、起訴猶予や、嫌疑不十分のため不起訴としている。警察官が有印公文書偽造罪って、桶川ストーカー事件でもあったわよね。あの事件では警察官は、執行猶予付きの有罪になったはずだ。今回の件は、結局大阪府警は、有機管理の甘さについて検証し、決められた回数の巡回、巡視が行われなかったこと、さらに持ち物点検が実施されていなかったこと、そして先ほど述べた通り、内部報告書に虚偽記載をしていた、ということで、関係者を処分して終わっている。遺族はなんて言ってるのかしら？私ならちょっと納得できないわ。T さんのいとこが会見を開いている。その様子について報道されているぜ。彼女は警察の1年間かけた捜査に感謝の意を表し、一礼した上で、留置所内で容疑者の男が自丸した対応の悪さと、その後の謝罪のあり方についてこう述べた。留置管理課を中心とする内部処分を受けた18人から、被害者への謝罪を求めます。これまで組織を代表して謝ります。という言葉を述べられたことがありましたが、こちらが促さなければ、T さん本人に手を合わさず、謝りもせずに去ろうとするなど、謝罪の事実作りに付き合わされるのは、承服できません。ただ人として謝ってほしいだけです。というものだ。警察には、寄り添うって言葉がないのかしら。もしなくても、事件を捜査する捜査機関としての誇りがあれば、そんな態度にはならないはずよね。そうだな。この留置所での出来事は、警察の劣化と言っていいかもしれない。それに防犯カメラの画像を、ひたすら見続けた捜査員の執念、様々な聞き込みを行い、物証を集めた捜査員たちの努力も踏みにじるものだ。何より T さんの無念を晴らし、M の犯行動機の解明を行い罪を償わせる、これらが一切できなくなったことは、猛省してほしいな。そうね。改めて T さんのご冥福をお祈りするわ。そして高槻のポンポン山へ出発よ。行くわよ。マリタイム、いえ、マリスパート。誰がマリタイムだ。ナビタイムだろ。それにマリスパートって、エキスパートだな。霊夢、お前の本心、しかと聞かせてもらった。まあまあ、可愛い愛称じゃない。ね。ま、り、た、い、む、うふ、じゃねえ。罰としてお前は、青春18切符で高槻まで来い。俺は新幹線で行く。ええ、それって、ははは、東京駅から9時間かけて来るがいい。朝6時5分に出て、14時57分着だ。ぬ。に、西村京太郎先生、助けて。無駄。それじゃマリタイムはお先に行くぜ。じゃあな、待ってよー。あなたの隣にも、ちょっとからかっただけで、マジギレする隣人がいるかもしれないわ。あんまり調子に乗ると、寂しい気持ちになっちゃうわ。みんなも気をつけてね。みんながまた会う時まで、無事に過ごしていることを祈ってるわ。ちら、ぐすん。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。よかった、あまりタイム。まだ言うか。